ウクライナ侵攻で、アメリカ国防省も、F-15 戦闘機の回収を急ぐべき、との見解で、電子妨害システムの回収予算を、ボーイング社に、契約変更の情報をキャッチしました。案内人の浅香です。今回は、航空自衛隊 F-15 戦闘機回収を詳しく見ていきますね。最新鋭戦闘機との組み合わせで、F-15 戦闘機の使用を考えている今、ハイテク技術の搭載は必須ですよね。追従してくるドローンなども、現在は存在します。やはり、対策は必須になってきます。日本の航空自衛隊では、最新鋭の55世代戦闘機 F-35 ライトニング2の調達が進められているが、2022年3月現在でも、数の上では、未だ、およそ200機弱を要する F-15J イーグルが、主力戦闘機の座にあると言ってよいだろう。航空自衛隊が保有している F-15J イーグルの大半は、大元のアメリカのボーイング社が、その当時製造していた短座型の C 型、複座型の D 型を、おのおの、三菱重工業者を中心とした、日本国内の企業がライセンス生産した機体で占められている。日本の航空自衛隊が F-15J イーグルの運用を開始したのは、今から遡ること41年前の1982年であり、第4世代戦闘機として、その静止空戦闘能力について、世界最強の呼び声も高かった同機の採用は、一部の反対勢力からは、かなり批判された。いわく、それは、当時の価格でも、1機あたり100億を超えていた、単価の F-15J イーグルに対し、そのような高額な戦闘機を、アメリカとの軍事同盟の関係上から、必要もないのに、日本が多数調達しようとしているという論調が多かった。こうした自衛隊の装備品に対する批判を行う勢力の構図や構造は40年以上を経た今でもほぼ変わっていないのだと痛感させられ、 F-35 ライトニング2の総数147機の導入についてもアメリカに強制された無駄遣いとの批判をよく目にする。確かにF-15J イーグルが導入された1982年は、日本の最大の仮想敵国は旧ソ連であり、旧ソ連の兵器等の性能はよくわかっていなかったとはいえ、今になってみれば、同機の性能がかなりオーバースペックだったとは言えるかもしれない。しかし、その後の1991年の旧ソ連の崩壊を迎え、2000年代に入り、経済的に急成長した中国が、それに比例して、急激な軍備の拡張を行うようになると、当時世界最強とも謳われた静空戦闘能力を持つ F-15J イーグルの存在は、心強かった。そして、2022年の今、すでに単純な戦闘機の配備数では、中国の後塵を排すようになった日本にとって、中国が、国産の第5世代戦闘機 J-20 の配備を強化する現状にあって、これに質の上で対抗するには F-35 ライトニング2を抜きにして日本の防衛は考えられない。F-35 ライトニング2を欠陥機であり、安倍元首相がアメリカのトランプ前政権に押し付けられたかのように言い募る一部の勢力は、そうした主張を展開するのであれば、軍事的に見て、妥当な代案を示す責任があるだろう。それをせずに、時の政権、政府を批判する政治的な材料としてのみ、日本の防衛装備品の合理的ではない不備を挙げつらうのはフェアでなく、日本の有権者に対しても、説得力のある言説に聞こえる可能性は、極めて薄いと思える。さて、少し話が脱線してしまったが、2022年3月に、アメリカのペンタゴンが、大元の F-15 の開発企業である、ボーイング社に対して、日本の F-15J イーグルの近代化改修についての追加となる契約を付与したことが、報じられた。
今回、アメリカのペンタゴンは、日本の F-15J イーグルに向けたジャパンスーパーインターセプタープログラムに、新たに、電子戦システムに関する契約を与えたものだが、詳細な内容は開示されていない。しかし、すでに、昨年2021年春の段階で、日本側が想定していた F-15J イーグルの近代化改修に必要な電子戦用の妨害システムは、アメリカ側の理由で調達が困難になるとされていたため、これを他のシステムで代替する方向性が浮上していた。具体的には、ボーイング社が手掛ける最新鋭の F-15 タル EX 型への実装が予期されている電子戦用妨害システムがこれに当たるものと考えられ、この部分について追加の対応をアメリカのペンタゴンが認めたと見てよいだろう。もともと日本側では先月の2022年2月の時点で F-15J イーグルの近代化改修の総費用はおよそ6500億円弱と見積もっており、これは対象となる全68機の費用総額であり、1機あたりは約95億円ほどが必要となる計算だった。1機あたり95億円と聞くと、現在調達中の F-35 ライトニング2が A 型、B 型を合わせた平均でおよそ120億円程度となっていることから、非常に高額に思えるかもしれないが、後者は、いわば機体本体の調達費用であり、その後の運用費用までは含まない。それに対して、F-15J イーグルの近代化改修費用は、向こう30年間のランニングコストを包括した金額であり、それを考慮すれば、1機あたりの1年分の費用は、約3億円強となり、まあ妥当な範囲の金額ではないかとも思えてくる。航空自衛隊が、今回のジャパンスーパーインターセプタープログラムの対象としている68機の機体は、すでに、ジャパンマルチステージインプルーブメントプログラムという、近代化改修を経ているものである。このズムシップは、後期に製造された F-15J イーグルの短座型68機と複座型34機に実施されていたが、今回のジャパンスーパーインターセプタープログラムでは、そのうちの前者、短座型の68機に対して施されることとなる。ちなみに、このジャパンマルチステージインプルーブメントプログラムの対象とならなかった、前期型の F-15J イーグルは、総機数で99機であり、これらは、プレムシップ機と呼称されているが、F-35 ライトニング2で代替され退役していく予定だ。では、残る68機に施される計画のジャパンスーパーインターセプタープログラムだが、その気になる内容は、今回報じられた新たな電子戦システムに加え、より多くの目標への同時対処能力を高めたレーダー類が、まず挙げられる。これに続いて、敵目標を、その射程距離外から攻撃することが可能となる兵装、いわゆるスタンドオフミサイルの実装と、それらの搭載数を増加させることが主たる内容となっており、より遠距離へより多くの火力を投射するものと言えそうだ。ジャパンスーパーインターセプタープログラムの改修が予定されている機体は、1985年以後に納入されたもののため、今後30年の運用を考慮した場合には、60年を超えることも想定され、かなり長い期間現役を続ける可能性がある。2017年頃には、F-15J イーグルに、さらなる近代化改修を施すことで、スタドオフミサイルとして、ロッキード・マーチン社が製造している、ルラスム空対艦ミサイルを統合しようとの構想があったが、これは、費用の高騰から、見送られることとなっていた。しかし、日本としては、海洋進出著しい中国海軍艦艇に対抗する長射程の空、対艦ミサイルの装備は必須であることから、この代替案としては、現在、
陸上自衛隊が配備中の12式の能力向上型の一つに空、対艦型を用意し、これに充当する方向となっている。この12式地対艦誘導弾の能力向上型の一つである、新型の空対艦ミサイルは、F2 戦闘機による運用が想定されているが、同機も2035年頃より退役が開始される予定であるため、これを代替する次期戦闘機が、その任を引き継ぐのかも、注目点となるだろう。